キャラメルコーンは東ハトがコーングリッツを原料にし1971年から製造販売しているスナック菓子またはこれの元になったポップコーンにキャラメルをコーティングしたアメリカ合衆国のスナック。後者のうち日本で発売されているものとしてはジャパンフリートレイが輸入販売しているクラッカージャックがある。東ハトキャラメルコーンは東ハトが コーングリッツを原料にし1971年から製造販売するスナック菓子。オールレーズンと並び同社のロングセラー商品。パフ状のスナックに加え小さなピーナッツが封入されていることが特徴。これは口直しとスナックに甘みを引き立てる塩味をつけやすくするためである。1990年代までテレビ CM も放送されていた。 1971年の発売当初より長らく続いたパッケージを2003年9月より東派と CBO で元プロサッカー選手の中田秀俊氏などで構成されるプロジェクトロッソの検討により全体を顔に見立てて青い瞳をした真っ赤なキャラクターの新デザインキャラメルコーンくんにリニューアルされた検討段階では口の中がキャラメルコーンでいっぱいになっていたが それだと、息苦しさを感じるとの意見が出たため、現在のように上部に隙間を開けた口になっている。パッケージでは、これまでに漫画家とのコラボで、桜もも子キャラメルコーン、藤子藤尾絵キャラメルコーン、池田理代子キャラメルコーン、手塚プロダクションキャラメルコーンが発売されている。2003年のリニューアル以降、様々なフレーバーのキャラメルコーンが発売されている。2012年に、 ゴルゴ13の作者である斎藤高雄、高尾やゲゲゲの鬼太郎の作者である水木しげるら国民的漫画家をイメージした人気菓子、キャラメルコーン4種類を期間限定で発売されている。その後は人気アニメキャラクターを題材としたキャラメルコーンが発売され、これまでハローキティ、クマモン、妖怪ウォッチ、ラブライブをパッケージに起用した。 キャラメルコーンシリーズカナエルコーンシリーズだるまをモチーフにしたパッケージの側面に願い事を書き込むスペースがあり合格を祈願する受験生のためのキャラメルコーンというキャッチコピーである2005年12月より発売開始キャラミニコーンシリーズ紙製カップタイプ六角形紙製ボックスタイプ飲料地域限定その他単語のセック七夕ひな祭りクリスマスの 各時期には限定パッケージのキャラメルコーンが発売される。デイリー山崎系のプライベートブランドである、両味100選のキャラメルスナックの製造者が東ハトとなっており、キャラメルコーンと全く同じものであるとされる。アメリカ合衆国におけるキャラメルコーンは、ポップコーンに砂糖や糖蜜から作られたキャラメルをコーティングしたスナックである。キャラメルを絡めることで、 ポップコーンが甘みを持った歯応えのあるスナックとなる。しばしばピーナッツ、ペッカン、アーモンド、カシューナッツといったナッツ類と混ぜ合わせて提供され、映画館でも定番の一品となっている。キャラメル化していない甘みでコーンを味付けしたケトルコーンはヨーロッパ諸国によりアメリカ大陸が植民地化された頃から知られていたが、キャラメルであえた食品の最初期の記録は、 シカゴ万国博覧会で紹介されたクラッカージャックの原型であるキャンディドポップコーンピーナッツに遡ることができる。米国ではフィッシャーズポップコーンや EN、ナッツオン、クラークといったキャラメルコーンを主力商品とする会社に加え、クラッカージャック EN、フィドルファドル EN、ロリーゴブルブリスボムズ EN、クランチエヌムンク、ベルタースオリジナルといった 様々な商品が大規模な商業ベースで販売されている。執行役員 CBO の起用について、東波とニュースリリース2003年7月10日、キャラメル高温リニューアルのご案内、東波とニュースリリース2003年8月願い事が叶ったら目を入れよう。叶える高温新発売、東波とニュースリリース2005年12月。ありがとうございます。